はい、こんにちは、ちちゃです。今回はアステラ祭りで絶対やっておきたいイベントクエスト32選をプレイステーション4版、パソコン版に分けてご紹介したいと思います。量が非常に多いので、今回は武器、防具、重ね着が制作できるクエストだけ、簡単にタイトルと制作できるものをご紹介していきます。その他、金冠が入手しやすいクエスト、ハンターランクが上がりやすいクエストなどは過去の動画でまとめておりますので、そちらをご覧ください。また強敵クエストに関しましては対策動画のリンクを概要欄に貼っておりますので、そちらも良ければご参考いただければと思います。それではプレイステーション4版、まずは新クエスト2つ、暴れん坊早起きして散歩する。こちらはゴワゴワな特別なハンマーを生産することができます。空飛ぶものに恐れはいらぬ。こちらは重ね着装備、封印の眼帯衣装とゆらゆらフェイク衣装を作成することができます。続きまして、武器防具が作成できるクエスト、ハンターたちの長い夢、体験流熱機関式攻撃新たを作成することができます。こちらは最強の体験と名高い体験なので、体験使ったことないよという方も1本か2本はぜひ作成してみてください。日が暮れるまでの短い間、双剣ふわふわの羽暴起地合を作成することができます。真夜中の大騒ぎ、ランス断気層流星を作成することができます。 USJ 躍動せよ金の星たち、太刀創生の太刀とお供装備創生猫シリーズを作成できます。 USJ 燃えよ青き星たち、創生の太刀の強化素材と防具創生の章アルファシリーズを作成することができます。この防具は非常に優秀なので、ぜひ忘れずに作成してみてください。野生の教え、お供のワンセット防具機械獣猫シリーズとお供武器機械獣猫グラインダーを作成することができます。試練、弓アーロイの戦球を作成することができます。ノラの神王、ワンセット防具アーロイガンマシリーズと重ね着装備アーロイ衣装を作成することができます。コードレッド、チャージャックスダンテの魔剣と防具ダンテアルファシリーズを作成することができます。ダンテアルファシリーズも採用されることの多い防具なので、忘れずに作成してみてください。極ベヒーモス討滅戦、重ね着装備ドラケン衣装を作成することができます。極ベヒーモスは対策動画も複数上げておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。俺たちならず者、頭防具封印の眼帯アルファを作成することができます。身も心もゆらゆら、頭防具ゆらゆらフェイクアルファを作成することができます。眩しさに抗う者たち、頭防具シャドウアイアルファを作成することができます。卵好きになろう、頭防具クルルフェイクアルファを作成することができます。この防具に関しては卵運びや攻撃運びなどに非常に優秀になっておりますので、ぜひ作成してみてください。二人の女王、重ね着装備モスフェイク衣装とアイルフェイク衣装を作成することができます。ラッシュ大騒動、お供のワンセット防具ロックマン猫シリーズとお供武器ロックバスターアルファを作成することができます。ここからチャレンジクエストです。ランゴスタ大発生、男性防具パピオムシリーズ、女性防具クイーンビートシリーズを作成できます。ガジャブー大脱走、お供防具鬼面猫シリーズと重ね着装備パピオン衣装を作成できます。デードの道を厭わぬ者よ、ワンセット防具竜シリーズを作成することができます。乱れ桜は春爛漫、ワンセット防具桜アルファシリーズを作成することができます。殺意の波動に目覚めた竜、ワンセット防具竜アルファシリーズを作成することができます。ここから歴戦王クエストです。まだ見ぬ白き縦髪も、歴戦王キリンのクエストで防具キリンガンマシリーズ、重ね着装備ブロッサム衣装を作成できます。
そこまで難易度は高くないので、通常のキリン対策装備に体力増強に合わせ根性属性耐性飯などを食べていけば問題ないかなと思います。静寂の帳、歴戦を割るハザクです。防具ウルズガンマシリーズと重ね着装備デスギア衣装を作成できます。なかなかの強敵になっておりますので、心してかかってみてください。太陽が燃え盛るとき、歴戦をテオテスカトルのクエストです。防具カイザーガンマシリーズ、重ね着装備ダンテ衣装を作成できます。攻撃力と体力以外はそこまで大きく動きや強さは変わらないですが、歴戦王のクシャルダオラが乱入してきます。歴戦王クシャルダオラが乱入してきたら、縄張り争いを邪魔しないようにすると楽に討伐することができます。嵐の最中にて、歴戦王クシャルダオラのクエストです。防具クシャナガンマシリーズと重ね着装備ギルドクロス衣装を作成できます。この歴戦王も通常の対策装備で問題はないかなと思います。不滅のアルペングリューエン、歴戦王ゾラマグダラオスのクエストです。防具ゾラマグナガンマシリーズと重ね着装備オリジン衣装を作成できます。ギミックを知らないと時間切れになったりクエストを失敗してしまう恐れがあるので、しっかりと予習してから挑戦してみてください。青は愛よりいでて愛より熱し、歴戦王ナナテスカトリのクエストです。防具エンプレスガンマシリーズ、重ね着装備サクラ衣装を作成できます。こちらも対策動画を出しておりますので、ぜひご参考ください。最後はこのクエスト、それは古竜の王タラン、歴戦王ゼノジーヴァのクエストです。防具ゼノラージガンマシリーズと重ね着装備シーカー衣装を作成できます。現時点で最強の歴戦王と言っても過言ではないので、ぜひ対策動画を見てチャレンジしてみてください。以上、プレイステーション4版でした。マムタルトに関してはデータ更新があるため出現を控えるとのことです。弱点が変わるか、新鑑定武器が追加されるか、または何かしらの新しい要素が来るかは分かりませんが、アステラ祭り中はマムタロトはお休みします。祭りが終わる12月18日にアップデートされた新しいマムタロトやってくるかもしれません。続きましてパソコン版です。パソコン版新クエスト、まだ見ぬ白き縦紙も、歴戦王キリンのクエスト。防具キリンガマシリーズ、重ね着装備ブロッサム衣装を作成できます。そこまで難易度は高くないので、通常のキリン対策装備に体力増強に合わせ根性属性耐性飯を食べていけば大丈夫かなと思います。二人の女王、重ね着装備モスフェイク衣装とアイルフェイク衣装を作成できます。日が暮れるまでの短い間、双剣ふわふわの羽ぼうき地合いを作成することができます。身も心もゆらゆら、頭防具ゆらゆらフェイクアルファを作成することができます。卵好きになろう、頭防具くるるフェイクアルファを作成することができます。そして最後にチャレンジクエスト、ガジャブー大脱走、お供防具鬼面猫シリーズと重ね着装備パピヨン衣装を作成することができます。プレイステーション4版に追いつきそうな勢いで新クエストがザクザクと登場しております。引き続き武器防具が制作できるクエスト、地母神の豪奢なる宴、鑑定武器が入手できるのと、防具マムガイラアルファベータシリーズを作成することができます。パソコン版のマムタルトは続行です。ラッシュ大騒動、お供装備ロックマン猫シリーズを作成することができます。ハンターたちの長い夢、体験幽熱機関式攻撃新たを作成することができます。この体験は最強の体験と名高い体験になっておりますので、体験を使っていない方もぜひ1本か2本は作成していただければと思います。眩しさに抗う者たち、頭防具シャドウアイアルファを作成することができます。そして最後にチャレンジクエスト、ランゴスタ大発生、男性防具パピオムシリーズと女性防具クインビートシリーズを作成することができます。以上、
冬のアステラ祭りで特別な武器防具が製作できるクエスト一覧でした。最初にも申し上げましたが、他にも金冠が集めやすいクエストとか、ハンターランクが上げやすいクエストとか、お食事券が入手しやすいクエストとかありますので、そちらは過去の動画をご覧いただければなと思います。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。